話しやすかったのすごく本当優しかった、なんかね誰が何言ってもすっごい笑ってて可愛かった。今回初めてあの小峠教官と実際に会話してみて、ククちゃんいかがでした？いやあの思った以上になんかあの僕って結構話下手なんですけど、もうどん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 話してくれるおかげで僕も元気になっちゃいましたね。一緒に喋ってエイジから正気を吸い取ったっていう元気の気持ちを、あやっぱり僕も長女だったかもしれないですねめっちゃ吸っちゃったかもしれないです、そっかそっか、めちゃくちゃ話しやすい、とてもなんか優しいお方だなと僕は思いました。今回腸についての授業でしたが、腸のイメージって授業受ける前と受けた後で変わった？ククちゃん。僕はですね、あのまずびっくりしたのが、あの冬を越す腸がいるっていうことを知らなくて、もうみんな冬はもうなんか卵だったりとかさなぎだったりだとずっと思っていたんですけど、成虫の状態の子もいるんだっていうのが大変驚きましたね僕は。ぱっと見お二人とも全然緊張してなさそうに見えたんですけど、緊張とかってした？とこちゃん。してない。あでしょうね。もうあの絡み方めちゃくちゃ強かったですもん。僕もめっちゃ面白かったのに。そう。二次三次って何ですか？検索してください。二次三次調べるわけねえだろ。なんでよ。そこまで気になってねえんだよ。ちなみに小峠先生は何歳なんですかね？俺44。あのそんな気になってないんですけど。なんで？違う。すごく嫌な子だね。怖いよ。いやでもそっちが始めましたからね。すげえ嫌な子だね。最初からなんかもうなんだろう、アタックが強かったから同じぐらいで行ってみようかなと思った。なんかさ、いつもモテ遊ばれる側なのしろ、でもモテ遊んでるのを見て興奮した。正直隣で僕も萎縮してましたもん。うわすごい、ひゃーってなりましたもん。ということでちょっと名残惜しいんですがお時間になりました。あららら、らそれではまたね。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が面白かったという方は高評価を、ついでにチャンネル登録もお願いします。皆様のおかげで投稿動画500本突破。これからも超人女子戦士ガリベンガー V をよろしくお願いします。